こんばんは。ただいま深夜の2時でございます。寝かしつけをしまして20時に寝ました。それから3時間後に起きまして、いろいろ作業をして、そして外に今歩きに行きました。健康のためにずっと一日中ね編集していましたので、昨日がですね、なんと2000歩しか歩いてなかったということで、私今はですね、YouTuber さんの影響で1日1万歩っていうのをね歩いてるんですけども、目標に歩いてるんですけども、全く到達しなかったので、日付変わってからですけども、歩きに行きまして、もう5000歩ぐらい行きましたんで、すごく達成感に浸っている、今です。で、今深夜の2時なんですよね。ちょっと待ってください。ほらね、ほらねじゃないですね、ちょっと小腹が空きました。めちゃくちゃお腹が空きました、はい。で、今すぐ寝たらいいんじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃいますけど、今寝ても11時に寝てることになりますね。20時に寝てますから私、なので深夜の3時までは起きててもいいはずなんですよ。まあ、なんかちょっとした計算ですけど、ちょっともう分かりません自分も。あ、お風呂から出たばっかなんで、はい、何か食べてから寝たいなと思っておりまして、こちらこれがよくないんですけどね、あんまりね、はい、大根サラダ買ってきました。この大根サラダで何をね食べるかというとですね、ちょっと冷蔵庫を見ましたら、はい、お肉がありました。はい、ちょっと冷凍気味のお肉なんですけど、こちらをねちょっと盗みまして、ドンキホーテさんの動画をねこの前出したと思うんですけども、そちらで、まだ、ありますかける紅生姜っていうのがあるんですよね。これです。はい、かける紅生姜、このかける紅生姜、豚肉ですから、豚肉と焼いて、でこの大根サラダの上にかけたらめちゃくちゃうまいんじゃないかなっていうね、のが降りてきました。天から降ってきましたね、そのアイデアが。じゃあそれはちょっと食べてみようかっていうので、ちょっと試しまして、取ります。はい、試しまして取ります。じゃあ作ってきます。じゃあお肉ちょっと拝借します。洗い物ね面倒なんで、ちょっとそのまんま、やっぱゲームバランス崩れちゃうと思うんで、ちょっとだけにします。奥さんがね計算した肉の量じゃないっていう風になっちゃうんで、これがまさに盗み食いですね。盗み食いです。こんなもんしよう。美味しそうです。なんかこれこそもう本当に一人焼肉みたいになっちゃいますね。ショートで出したんですけど、一人焼肉こんな感じでした。焼いてよかった。本当焼くっていうのは本当人類の発明です。めちゃくちゃうまそう。はい、千両役者かける紅生姜かけます。結構かけちゃう。こんな感じでかけました。うわいい匂いする。ほんと生姜焼きみたいな感じですよね。うわいい匂いする。めちゃくちゃうまそう。うわめちゃくちゃうまそう。やばい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 。めちゃくちゃうまそう。やばい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 。うまそう。 OK、 うまそうでございます。でかけると、はい、うわうまそう。こいつはいいわ。もっとかけてもよかったな。かける紅生姜ソース、ソース欲しいもんね。これサラダ時代にもかけても美味しいと思うから、はい、追いかける紅生姜でできました。はい、ちょっとこれサムネ用に撮っとこう。できました。いただきます。最高。まずサラダ、ベジタブルファーストで、まあもう2時なんでね、もうそんなそんなぐらいに関係ないけど、
うん、いや肉と一緒に。ドンキーの動画の時にやりたかったな。半端ないっすわ。うまっ、ちょっと止まんないっすわ。これ深夜飯と優秀すぎるかもしれないです。マジでうまい。ちょっと今までで食べた料理の中でトップヤイブ、ヤイブトップ100に入りそう。トップ100に入ってくるような、長い人生なんでね、もうめちゃくちゃすごいですよ。トップ100のラインナップって、その中でもだいぶ戦える美味しさですわ。ちょっとこれマジで、あのファーストインプレッションはめちゃめちゃ良くなかったんですよね。ちょっと甘すぎるかななんて思ったんですよね。なんか期待値がすごい高かったんで、あのパクチーとか好きなんで、紅生姜とかもそういうちょっと癖のあるやつとかってめちゃくちゃ好きなんだろうな、自分の中で思って食べたらちょっと甘かったんですよね。だからいやどうかなと思ったんですけど、この豚にかけて焼くっていうのはもうやばすぎる。ちょっと頭抱えるレベルです。ちょっとこれはうますぎてちょっと良くないかもな。めちゃくちゃ幸せ。幸せなこともう一つやっていいですか。すいません、本当申し訳ないです。炭酸水、これを飲むのが、キンキンに冷やした炭酸水を飲むっていうのは風呂、なんか言おうとしてたやん。風呂上がりって言おうと思ったらちょっとシャック入れちゃいました。うまい、うますぎる。マジで感無量です。あの深夜飯として、ちょっとあの大久保保つその2、あんまりね、なんかあの動画の方向性として深夜飯を、食べるじゃないですか絶対ね。あの食べるかどうかはね俺次第なんですけど、それで取っていくみたいなのめちゃくちゃいいかもしれないん でしかもなんか枠にはまったような深夜飯じゃなくて、もっとどんどんね、なんか挑戦していきたいなと思いました。やっぱこのドンキさんの挑戦、この賛否両論を生むような商品を作っていくっていう、この攻めの姿勢はね忘れちゃいけないなと思いますので、ちょっともう決めました。たくさん深夜飯あの開発していこうと思ってますので、よかったら、お楽しみに。ということで一旦現場からは以上です、はい、皆さんどんな深夜飯をやっているでしょうか、コメントで教えてください。それでは、よかったらチャンネル登録、ね、高評価などしていただければね、拡散してってねめちゃくちゃ嬉しいなと思います。よかったらよろしくお願いします。それではさようなら。